ドブリーニアニキティジ、ビクトル・バスネツォフ作、三人の勇士の一人、クオデネンツ剣、またはクラデニエッツ剣は、ロシアの伝承に登場する魔法の剣。魔法剣、隠された剣、鋼鉄の剣などと意訳される。サモセク、またはサモショーク、おのずと振るわれる剣、児童剣と同一視する参考書もある一方、これとは明確に区別する解説も見られる。 特定の剣を指す言葉でなく、魔剣のような定義の言葉である。マックス・ファスマー、ロシア語現時点では、ロシア民話における魔法剣と定義しており、これに準じて魔法剣とも訳されている。スラブ語で、宝、埋蔵物等を意味する、クラドに語源を求める意見もあるが、これには、回帰的な言語学者の数々がいるとされる。 またこれに関連した、奥という意味の、クラース値が、語源という説明もされる。クラデニエッツは、宝であるため、隠された宝が、有志によって発見されるというモチーフが、しばしば関係し、その剣の隠し場所は、壁の内、岩の下、政治の下などであるが、ジョージ・ベルナドスキーの解説では、ここから展開して、クラデニエッツ剣を、隠された剣と意訳している。一方、 歴代ロシア科学アカデミーによる、ロシア語辞典やロシア民話辞書系統では、クラデニエッツは、鋼鉄を意味する、ウクラドという語が語源だとされてきた。これに倣い、鋼鉄の剣と意訳する英訳書もある。また、アレクサンドル・ベセロフスキーが提唱した説によれば、ボバ・コロレビッチの物語に登場する剣名、グラレンツィア、または、グラデンツィア、キアレンツァなどと綴る。ファスマー、 ロシア語源辞典でもこの説を記載している。天下として、コルニエッツ剣の表記が、ペチョリノ・ブイリーナに見られる。エルスラン・ラザレーヴィッチの昔話にもクラデニエッツ剣は、触れられている。主人公は、巨大な頭に遭遇し、燃える盾と炎の槍の帝王を倒すことができる剣は、その頭の下にあると教えられる。とともに、名が挙げられている。サモセク、おのずと振るわれる剣。 自動権について、ジョージ・ベルナドスキーは、クラデニエッツ権と同じく、ロシア民話に、たびたび登場する器具ではあるとしているが、クラデニエッツ権の場合は、有志が振るわなければならないものとしており、自動権であるサモショークとは区別している。一方、クラデニエッツ権をサモショークと同一視する参考書として、ロシアの民話学者、エレアザール・メレチンスキーが監修する、神話辞典が挙げられる。 その根拠はつまびらかにされていないが、クラデニエッツ剣とはしばしば壁の中などに隠された剣であると解説しており、その要例に挙げているバビロンのとの昔話では、剣の持ち主ネブカドネザルは必勝の剣、サモショークを壁の内に封じ込めよと命令している。作中、サモショーク剣はアスピドズ名の異名を持つがヘビに変身することもあり、 狼男的な剣だと解説されている。別の文献では、サモショーク剣が、セイギオルギオスに命じられて、タタールの帝王の首をかく。ありがとうございます。